ジョバンニ・ロゼリーはアメリカ合衆国のプロレスラー。ニューヨーク州ホワイトプレーンズ出身。ロメオ、またはロメオ・ロゼリーのリングネームで知られる。WWE では入場の際、フロリダ州パナマ式とコールされていた。ケビン・ランドリーの下でプロレスラーとなるためのトレーニングを開始し、1998年よりプロレスラーとしてのキャリアを開始。同年、 ジョニー・ハート・ブレイカーというリングネームでジェイプエアに入団。ジェイプエアでは当時最長となる無敗記録を残すなどトップとして活躍。2004年エワに参戦した際にはエワタックチーム王座をダッシュ。この時のタックパートナーであったアントニオ・トーマスは後に WWE でザ・ハート・スロブスを結成した際のパートナーであるアントニオである。同年7月、 WWE とディベロップメント契約し、入団。参加団体である、オ米ベでのトレーニングを経て、2005年2月にアントニオと、タッグチームを再結成。2005年4月18日、PPV であるバックラッシュ2005のターモイル、マッチ形式による、世界タッグを座戦において、ザ・ハートス・スロブスとして、ウィリアム・リーガルタジリを相手に、WWE 公式デビュー。以降、 RAW の前座番組であるヒートでの出番が主になり、ダンスなどで盛り上げる一方で試合ではジョガーとして役回りが多くなり、2006年にアントニオと共に WWE から解雇となった。WWE 解雇後はプロレスと並行してタレント活動を行うようになり、様々なジャンルのテレビ番組に出演している。2016年6月、 アメリカのナイキトレーニングクラブのトレーナーに就任した。ありがとうございます。